関東平野の CG 画像関東地方の主要地形関東平野は関東地方1都6県にまたがる日本で最大の平野。広さは約1万7000平方キロメートルに及び国土面積の5%近く日本全国の平野の18%を占める。2番目に広い十勝平野、3番目に広い石狩平野と比べ断トツで広い。四国の面積に近い。 手前関東平野。遠い山並みは、中央が、南大山と日光連山、その左が三国山脈。東京国際空港上空より、薄い赤色の地域が、フォッサマグナ赤線が、中央構造線関東地方一都六県にまたがり、北は、西から順に、妙木山、春菜山、赤木山、須ヶ山、今朝丸山、日光白根山、南大山、女宝山。 赤蘭山、高原山、那須賀区、闇溝山地、多賀山地に、西は、箱根山、関東山地に囲まれ、東は、鹿島灘、九十九里浜に、南は、房総丘陵、三浦丘陵や東京湾、相模湾に囲まれている。河川は、北西部山地から、東南方向に向かって流れ太平洋に注ぐ。 主な河川として三国山脈を水源とする利根川、足尾山地を水源とする新瀬川、日光連山、大尺山地を水源とする絹川、田川、闇溝山地を水源とする古海川、関東山地を水源とする烏津川、荒川、玉川、丹沢山地を水源とする相模川などがある。支流を含めた利根川の流域面積は、関東平野全体の約1、2を占める。 大地は、武蔵野大地、相模屋大地、大宮大地、下宇佐大地などがあり、関東ローム層という火山灰土壌で覆われている。丘陵は、第三基層を基盤とする玉丘陵、狭山川丘陵、火事丘陵、引き丘陵などがある。関東平野は、新大幹以来続く、関東づくり盆地運動という変化により形成された。 これは、現在の関東平野の中央部を中心にして、沈降が起こり、周囲の山地などが流気する運動である。これにより、周囲の山地からの土砂が非常に厚く堆積し、それが、さらに流気することにより、丘陵や大地が多く形成された。フォッサマグナの東円線、中央構造線などの大型の構造線が、 平野の中央部に存在すると考えられているが、このようにして柔らかい堆積層が厚く積もっているため、地震の発生原因となる活断層を発見することが困難になっている。その他、河川の運んだ土砂等の自然堆積物による陸地化も起きており、縄文時代末期から弥生時代初期には、ほぼ現在の地形になっていた。日本最大の平野であるが、 東京都心である山手線内側は坂が少なくない。その周辺は武蔵野大地との境目であり、河川、波などの侵食でデコボコになっている。そのため、赤坂、乃木坂、神楽坂、道玄坂という坂のつく地名や、渋谷、四谷、日比谷などの谷であったり、大、久保、丘などの地名も多い。また、武蔵野大地にも国分寺が気仙、 立川崖線という大きな崖があり、その先には玉丘陵という丘が多い地形になる。玉丘陵は三浦丘陵につながっており、越えた西側には相模屋台地がある。反対の東側に行けば下卯台地という高台になる。二つの大地に挟まれたエリアが、本当の低地で0メートル地帯と呼ばれる。北側の山から季節風が吹いてくる。 関東平野の気候は温帯で太平洋側気候である。冬は寒く夏は暑い。内陸部に行くほど1日のうちの気温差、夏と冬の気温差が大きい。北部を中心に日照時間が比較的多い。沿岸部を流れる黒潮の影響により南部を中心に温暖な気候である。夏はモンスーンによる梅雨前線の影響で雨が多く。 台風の影響も多く見られる。また昼前に北部から西部山岳部で発生した雷雲が昼過ぎに平野部に達し夕立ちとなる日が多い。オホーツク海高気圧が優勢の年はこの高気圧からの風が北東風となり冷気が入り込む山瀬により気温が上がらず冷夏となることもある。冬は 日本海からの季節風が三国山脈で遮られ、北側の山沿いにその水分を雪として降らせるが、その雪により、水分を失った季節風は乾燥した空気を運ぶ強い空っ風として、関東平野を吹き抜ける。降雪は年々少なくなっているが、冬季に数回、おおむね10から20センチメートル前後の積雪を記録する。年間を通して、 関東平野全域、特に内陸部は、晴天と北風により放射冷却の影響を受けやすく、冬は、日の出前の最低気温が、氷点下5度程度まで下がる日もある。明け方に気温が低下した日でも、晴天日は、日中の気温が7から10度程度まで上昇し、乾燥した北風が強い日は、実際の気温より、体感温度が低くなる。東京都心部は、 ヒートアイランド現象により、周辺部と比べて、最低気温が高い。またく間がいは内陸に加えて、上空の風が、関東平野の北側や西側の山を越えた後吹き、降りてくる、フェーン現象と東京都心を通ってくる間に、温められた海風が流れ込むので暑くなりやすい。2010年、東京都心部の東京都千代田区大手町での、 観測では最高気温三十七点二度、最低気温氷点下零点四度、非平均気温十六点九度、平均湿度六十一パーセント、日照時間千九百八十七点零時間、降水量合計千六百七十九点五ミリメートル、最新積雪は一センチメートルである。また、 内陸部の埼玉県熊谷市では2018年7月23日に41.1度と2020年8月17日に41.1度を観測した静岡県浜松市と日本観測史上1位体の最高気温を記録した。東京都区部、横浜市、川崎市、相模原市、埼玉市、千葉市、葉市船橋市、川口市、 八王子市、町田市、立川市、川越市、宇都宮市、前橋市、水戸市など、東京特別区は、日本の政治、経済、文化の中枢を抱え、就職などで、周辺地域から大都市に依存する大都市圏を形成しており、東京通勤手段にはもっぱら鉄道が利用される。中核である東京が、世界的にも、高度に発達した。 公共交通網を持つ一方で、都市圏内を含めて比較的車社会化の傾向の強い地域も多く、新興住宅地や農村部などをはじめとして、公共交通空白地帯、公共交通不便地帯が点在し、生活、通学等の交通確保の問題も生じている地区が少なくない。中石平野では稲作が、鉱石大地及び太平洋沿岸地域では、 畑作、畜産及び、家事の生産が行われている。千葉県、茨城県を中心に農業が盛んである。京浜工業地帯、京葉工業地域、鹿島臨海工業地帯、北関東工業地域などに、大型の製造業が立地する。多くの流通業の本社、拠点が存在する。主要都市中心部に、商業施設が立地するほか、2000年代以降郊外の、 商業施設が急増している。ありがとうございます。